もう両チームの選手がもつれ合ってサントスがボールを抑えた。ドリブルでシュートに行きます。17番の菊池が弾いてコーナーキックになります。グランパスのホームで行われています準々決勝の第2戦。サポーター席を煽りました。1点をリードしていますグランパスです。次の1点がどちらに入るか、これが勝敗の大きな分かれ目になります。後半の14